台湾。2014年夏休み海外旅行ランキングで1位になるなど、今大注目の観光都市。その魅力は何といっても極上の絶品グルメ。この番組では台湾を知り尽くしたスペシャリストが知らなきゃ損する人気店をご紹介。めっちゃ綺麗ですね。これを見ればあなたも台湾のことが全てわかる。今回の舞台はそんな台湾の中心都市台北。格安航空券を使えば往復3万5000円程度で行けるとあって、年間およそ140万人の日本人が訪れている。リポートするのは当番組の AP 後藤さやか。3ヶ月前に台湾旅行を計画していたが、諸事情により行けなくなったためリポートを買って出た。はい、私台湾にやってまいりました。今回私台湾初上陸でございます。と台湾の魅力を私後藤がじゃんじゃんご紹介していきたいと思います。皆さん見てください。とあちらが台湾で一番高いと言われてます台北101です。すごい高いですね。東京タワーより高いんじゃないんでしょうか、わからないですが。台湾も初めてならリポートも初めての AP 後藤、うまく表現できないことが多々あります。そんな後藤をサポートするのは、こんにちは、コーディネーターの角と申します。撮影コーディネーターの角秀明さん。今まで100以上のテレビや雑誌の取材を手掛けており、台湾で知らないことはないという台湾スペシャリスト。交給我。それでは参りましょう。知らなきゃ損する台湾グルメツアースタート。まずは台湾で絶対外せない定番グルメをご紹介。パクさん、やっぱ台湾といえば小籠包ですよね。そうですね、小籠包。小籠包なら私調べてきましたよ。やっぱティンタイフォンじゃないですか。ティンタイフォンは美味しいけれども、私がおすすめしたいのは新しい感覚の小籠包があるんですよ。え、どんなやつですか。生地にいろんな食材を練り込んでるんですよ。どんなんだろう。知らなきゃ損する台湾グルメ、一つ目は生地に革命をもたらした新感覚小籠包。やってきたのはサラリーマンの街、南京トロ駅。新感覚だからもう新しい気持ちで、ここです。ここですね。はい、そのお店がこちら。海角七号。定番の小籠包はもちろん、多種多彩な味を楽しめる人気店。早速店内へ。すごいですよ、みんな。緑色のこの緑の小籠包は何なんですかね。ほうれん草練り込んでますので緑なんです。そう、これはほうれん草を練り込んだ生地。彩り豊かな小籠包を出したいとオーナーが始めたんだそう。それではほうれん草の生地を使った小籠包をいただきましょう。ちょっと開けてみます。はい。わー、すごい美味しそう。こちらがハイチャオチーハオ自慢のほうれん草の生地を使った小籠包。1日100食以上売れるという看板メニュー。それでは AP 後藤初リポート。醤油をちょっと入れて。違います。ちょっと小籠包を醤油つけるんですので。先に小籠包に醤油つけるの。少し。小籠包の食べ方も知らない後藤、味をリポートできるのか。うん、隠し味が隠し味が、これはわさびが入ってますね。そう、実はこちらほうれん草の生地にたっぷりのわさびが入った小籠包。肉汁たっぷりのあんとわさびは相性抜群なんです。ピリ辛ですごい美味しいです。ほうれん草は風味っていうか、うん、皮にやっぱり色をついた方がなんか、うん、味だけじゃなくてなんか目でも楽しめるっていう感じで。かくさんもかく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 、ちょっとわさび苦手なんです。え、そうなんですか、かくさん。そうです。なんで
ここ おすすめですよね、国産の。おすすめです。え、初わさび、せーの。他にも濃厚でコク深い旨味のイカスミの蒸し餃子やデザート感覚で食べられる甘いタロイモ蒸し餃子も人気です。ここでしか食べられない変わり種ヤムチャ、小籠包なんてどこも同じなんて思っているあなたにおすすめです。次は何ですか？次は豚足食べましょう。豚足、はい、運をアップする食べ物なん、縁起のいい食べ物なんですよ。で、豚足なんですけど、あのもう豚足と一緒に食べるとさらに運アップするっていう縁起のいいものがあるんですよ。続いては台湾一の開運料理。台湾では古くからその丸々とした見た目で富の象徴とされてきた豚肉、特にその足は福を招き入れるとされ縁起のいい食材なんですが、その料理を食べられるのがこちらのお店。阿水是猪脚。ここでは豚足ともう一つの縁起のいい食材で作る最高の開運グルメが食べられるんです。そうめんです。豚足とそうめん、はい、長寿の意味なんですので、だからこの豚足とそうめんの組み合わせで長寿とお金持ちっていうことで、もう最強の組み合わせなんです。そう、もう一つの食材とはそうめん。細く長いその麺は長寿を意味し、台湾では縁起がいいとされています。最強の組み合わせを食べてみた方がいいと思います。シェシェー。わー、すごい、すごい美味しそうですね、はい、こちらが台湾が誇る開運グルメ、豚足そうめん。醤油ベースの秘伝のタレで10時間以上煮込まれた豚足は箸で切れるほど柔らかく、口の中でうまみの詰まった肉汁がじゅわーっと溢れ出してきます。さあ、そのお味は。おいしい。結構この皮の部分はこってりしてて、お肌プルプルになりそうなコラーゲンですね。店員さんもすごい肌綺麗でしたもんね。ね、この方がオーナーの郭さん。その美貌の秘訣を聞いてみた。すごいお肌が本当に綺麗。激ボツじゃない。毎日コラーゲンたっぷりの豚足を食べているからじゃないかしら。驚くことに郭さんのお年は41歳。コラーゲンパワー恐るべし。そんな豚足の味の決め手は、創業以来継ぎ足しで守られてきた秘伝のタレ。そのタレとごま油で香り付けされた自家製そうめんは豚足との相性抜群。いただきます。うん、うん、おいしい。ごま油の味がすごい効いてて、すごいおいしいです。うん、これ普通のそうめんじゃないと思います。うん、そうめんなのにもちもち食感があって、すごく美味しい、美味しいそうめんだと思います。美味しく食べて美肌と開運、女性には特におすすめの一品です。続いて2人がやってきたのは人気観光地龍山寺エリア。ここの地下街には日本人が大好きなあるものがあるらしいのですが、この辺はね、普通の商店街じゃなくて、もう、うん、風水関係とか、あのいろんなご利益のグッズとか置いてる。全部そうなんですか？はい、そういうところなんですよ。で、この中に占い通りがあるんですので、はい、ここでちょっと立ち寄りで占う人気占い。ここ海運ミンリージェは台湾屈指の占いストリート。しかもおよそ40のブースのうち半分近くが日本語 OK なので、日本人観光客にも人気のスポット。そんな中、郭さんがおすすめするのは、鳥で
占ってもらうっていう感じなんですね。鳥で占ってもらう、はい。こちらが占い大国台湾の中でも珍しい鳥占いの館。指灵论命。你好。せっかくなので占ってもらいましょう。こんにちは。あ、早速鳥がいますね。小鳥占い初めてですか？すごい日本語お上手ですね。ありがとうございます。どこで勉強されたんですか？住みかで自分で勉強してました。あ、自分で勉強されたんですか？ロンドンハーツ見てるから日本のロンドンハーツで勉強されたんですか？はい。占うのは鳥占いの第一人者陳さん。その的中率の高さで台湾全土から足を運ぶ人が後を絶たない人気占い師。彼女に後藤が占ってもらいたいこととは？最近ちょっと彼氏と別れまして、はい、今後のちょっと恋愛運を占ってもらいたい、はい、そうですね、はい、早く結婚したいので。後藤の悩みは2年間付き合っていた彼氏と別れたがまだ彼のことを引きずっているということ。そう、後藤の台湾旅行がキャンセルになったのは彼氏に振られたからなのだ。早速小鳥占いで占いしましょう。はい、選んでくれるんですね。すごい、これすごい。これが今台湾で最も注目されている占い、鳥占い。カゴの前に置かれた絵札を鳥が選び出し、占い師さんが選ばれた絵札を読み解くというもの。タロットみたいな。タロットみたいですね。この子には悪魔的な男性の存在が見えるわね。誰かしら？あなた、この男性の顔に見覚えある？前の彼氏ちょっと向井治に言ってました先生の言う悪魔がもしかしたら元彼かもって言っています。あ、ちょっと手相を見てよ。両手お願いします。ただならぬ空気に手汗もびしょびしょ。ああ、なんてことなの。最悪な元彼の存在があなたを苦しめるわ。この男はやめておきなさい。ダメなんだ。ダメなんだ、わかりました。悪いのはわかっているが簡単に断ち切れないのが恋の呪縛。通訳付きの鳥占い、恋愛、健康、仕事、何でもご相談ください。なんだかモヤモヤした後はスイーツで暗い気持ちを吹き飛ばそう。やっぱ台湾といえばマンゴーかき氷ですよね。私調べたんですけど、今、はい、アイスモンスターっていうお店が人気らしいじゃないですか。はい、ここにぜひ行きたいんですけど。いやー、マンゴーっていうのはやっぱりフルーツ的、季節的なことがあるんですので、はい、1年中に食べれるマンゴーのかき氷屋さんを ご紹介したいと思います。台湾を代表する果物マンゴー。しかし台湾マンゴーの収穫は4月から10月。そのためマンゴーを使ったデザートの多くがこの時期以外は食べることができない。そこでおすすめなのが台北101からすぐのこちらのお店、マンゴーチャーチャー。このお店は特殊な冷凍技術によって1年中新鮮なマンゴーを食べることができるんです。お待たせしました。かわいい。すごい。こちらはうちの看板もの元カレ。元カレ何、元カレ？元カレっていう商品なんです。マンゴーチャチャ一番の人気メニュー、元カレ。甘みたっぷりの完熟マンゴーを丸ごと一つ使った台湾風かき氷。それにしてもなぜ元カレなのか。元カレっていうのは中には国道、はい、まあ、懐かしい味っていう。そうなんです。このかき氷、台湾では昔からある黒糖を使ったかき氷が入っているため、もともとのかき氷イコール元カレと名付けられたのだそう。さあ、元カレのお味は？めっちゃ美味しい。美味しいでしょ。甘い。すごい熟してますね。美味しい、マンゴー、ね。普通のかき氷と違ってミルクの味がすごいするんですけど、マンゴーとミルクの味が。でもすごいさっぱりしてて甘くて美味しいです。こんな
私の元カレは甘くなかったですけどね。カクさんちょっと聞いてくれます？どうしたの？どうしたの？どうしたの？私が元カレに別れる時に言われたセリフ知ってます？私も丸い生き物にしか見えないって言われましたから、台湾で美味しいマンゴーを食べていい彼氏を見つけましょう。でもあんまり食べるとさらにこう丸い生き物になっちゃうんで。大丈夫大丈夫。苦い思い出が甘い気持ちに変わるスイーツ、台湾に来たら絶対抑えたい一品です。パイの中にパイが。次回の台湾グルメツアーは、驚きの値段で食べられる絶品フカヒレスープに、地元の人しか知らない路地裏の隠れた名店を発見。おいしい。さらに夜市で見つけた激うま屋台料理を一挙ご紹介。次回もお楽しみに。たくさんこれです。おいしそう、丸ごと入ってません？これ